どうも、うずです。本日はカメラの比較を珍しくやってみたいと思うんですけれども、今現在私の手元にパナソニックの G9 Pro、富士フィルムの XH1 で、ソニーの、α7-3 の3台が贅沢に並んでおりますので、まあ、お借りしてるんですけども、すべて、まあ、せっかくこれだけのカメラがあるんだから、このようにね、 YouTube やってる人も私のチャンネル結構見てくださってる方がいるので、なかなかちょっとね、手を出しにくい高額なカメラで、じゃあこのようなスタイルの YouTube 動画を撮ったらどんな感じに映るのか、オートフォーカスどうなのっていうところをちょっと検証しながらやってみたいと思います。ただ当たり前なんですけど、有利になるのがソニーとパナソニックで、この2台は私今まで YouTube 動画結構撮ってるんですよね。ソニーも含めて意外とね、渦の動画にはソニーのカメラって印象はないかもしれないんですが、私 YouTube 始めた2年間はずっとソニーのミラーレスカメラで動画撮影してましたので、そういう意味ではソニーは愛着もあるし、まあ、ちょっと使ってたこともあるっていうことで、富士フィルムがちょっと申し訳ないんですけど、初めて使ったので検証の中で、いや、うずさん設定それこれやってないからだよってツッコミ来るかもしれません。ごめんなさい、先に言っときます。じゃあ早速この3台で撮った動画映像、ちょっとずつなんですけどね、見ていただきたいと思います。はい、これがソニーの α7-3 で今録画をしています。オートフォーカスの性能がかなりいいと思います。これを撮る前に少し試してみたんですけど、もうこう商品紹介とかだねをするときに、例えばこうカメラどう？ピント合った？背面モニターが見えないからちょっと微妙なんですけど、ピントがすごい合いやすいと思うんですよ。しかも滑らかに結構合うと思うんですよね、ピントが。こういったところがソニーのカメラのいいところなんですよ。ほんとこれいいとこです。私ずいぶん昔にソニーの NEX5R 使ってたんですけど、その時ってもう何も考えずに、まあ、ちょっとね合わない時あったけど、何も考えずにバシバシ動画撮れたんですよ。自撮りを、自撮りね、自撮りに関してだよ。ところが最近このパナソニックの GH5 気に入って使ってますが、オートフォーカスに関しては本当にね、自撮りはピントが合ってくれないで、すごくこうイライラするところも多いんですけど、ソニーのカメラに戻すと多分この辺のストレスはかなり軽減されるんじゃないかなと。このカメラならば、それが満足にできるのかなと思うところもあるんですけど、まあそう簡単にね、ポコポコ変えられないからね。はい、で今回はこちら富士フィルムの、XH1 に切り替えてみました。こちらもマイクの方は内蔵マイク、本体のマイクを使用してます。で、どうだろうね、オートフォーカスの具合はどうでしょう。こう商品近くに来ても寄ってくれるかな。ちょっと富士フィルムのやつがね、一番ちょっと心配なんですよね。動画のこのオートフォーカスとかの設定というか機能が聞いてるかなどうなんだろう。ソニーも富士フィルムも標準の背面の液晶モニターだとどのように映ってるのか見えないので、ちょっとねその辺が不便。 YouTube ね、 YouTube 自撮りする人は不便だよね。これはもう分かりきったことですけど、どんな感じでしょうかね。で、今切り替えたのが G9 Pro です。普段私がよく利用しているこちらのパナソニックの GH5、こちらと変わらず、使えるものですね。動画性能はあんまり変わんないんじゃないかな、やっぱり GH5 と。ただ 4K の撮影とかいろんな面で、動画のちょっといろんな設定で省いてる部分があったり、30分以上の連続撮影ができないとか、そういったところは GH5 と変化があるんですけれども、映ってる絵自体はいつも通りの画像だと思います。まあ、これが一番違和感ないかもしれないね、私の YouTube 動画ね、いつも見てる方にとっては。はい、でこれがソニーですね。うん、ソニーはもうおそらく滑らかというか、もう素早く正確にピントが合ってってくれてると思うんですね。早いというか正確、綺麗。フルサイズのこれが、やっぱいいな。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。いいな。いいね。これはいいね。いいね。ちょっとね、これまあ、やられたわ。ちょっとね、これが、富士フィルムのカメラなんですが、よいしょ、撮影してるのがね、ピントが、よいしょ、再びパナソニックの G9 Pro。なあ、ああ、やっぱりいいね。G9 Pro も十分。十分っていうか、やっぱ負けてないね。あ、いいね。いやいや、悪くないよ。全然ソニーのフルサイズとはまたちょっと違うかもしれないんだけど、
いや、やっぱ動画はすごいよ、パナソニック。偉いっていうか、すごい。大したもんだよ、パナソニック。いかがだったでしょうか。富士フィルムがちょっとね、わからなかったっていうかね、まあ、この後ちょっとよくね、調べてみたいと思うんですけど、時間があんまなくてね、返さなきゃいけないんで。なんで、ちょっとね、難しかったんですけど、オートフォーカスが、なんだろう、動画撮ってる時に、ここのシャッターボタンを半押しすると、ピントをまあ、ゆっくり合わせてくれる感じで、シューっていう感じなんですけど、なんかこう、自撮りで向けてて動画撮ってると、ピントが全然合ってくれないんですよ。これなんだろうね、こういう仕様なのかな。まあ、なので、ちょっと富士フィルムだけがちょっと私は使いにくかったというか、ちょっと使いこなせなかったですね。で、反対にソニーの α7 III はやっぱりすごいなって思います。三脚にこう乗っけて、自分を自撮りで撮ってる時に、すごくピントが顔にも合ってくれるし、まあ、物を見せると物にすごいピント合わせてくれて。だちょっと外での歩き撮りもね、ほんと試してみたいんですけど、ちょっと時間があったら、ソニーのこのカメラ、外で、歩き撮りでどんな感じで動画が撮れるのか、試してみたいと思います。ただこれに関しては私の管理不足で申し訳ないんですが、これいつも使ったこのゴリラポットの、なんだろう、接点の部分がね、どっかなくなっちゃってて、これだね、この手持ちでいこうか、この手持ちスタイルでどんな感じで撮れるのかっていうのをちょっと動画で後で加えたいと思います。外バージョンだね。で、パナソニックの G9 Pro に関しては、まあ特に言うべきこともないかもしれないんですけど、GH5 と特に変わらず同じような撮影ができる印象です。ただ撮ってる時にちょっと言ったかもしれないんですけど、動画のその連続最長ね、録画時間が、30分以上はできませんので、通常の一眼カメラと同じ扱いの撮影時間になります。そこ注意ですね。それ以外にも、動画で撮れる形式だったり、仕様の方が GH5 とは違うところが多々ありますので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ただ私の知り合いで一人すごい有名な YouTube やってる方がいらっしゃるんですけど、その方は最近G9 Pro で動画撮られてるみたいです。一時期ね、オリンパスのカメラで撮ってた気がしたんですけど、オリンパスのカメラは飽きちゃったのか、まあ、ちょっと新しいものにちょっと手出したかったのかわからないんですけど、G9 Pro を最近使ってらっしゃるみたいです。で、動画もすごいよく撮れますよって言ってたので、まあ、YouTube でキッズ系の動画撮るとか、あとは私みたいに商品紹介の動画撮るっていう方には、G9 Pro は十分使い勝手のいい動画撮影カメラとして考えてもいいと思います。まあ、そんなわけで今回の動画、まあ、それほど多く検証したわけじゃないんですが、こう自分の部屋でいつもの感覚の自撮りと、あとオートフォーカスがどんな感じで働くかなっていうところをピックアップして紹介させていただきました。皆様はどのように感じましたでしょうか。で、富士フィルムのカメラに関しては、もしアドバイスとか、こういう撮り方した方がうずさんいいよっていうのがあったら、ぜひちょっと教えていただきたいと思います。ちょっとね、ググって調べたら分かることはあるかもしれないんですけど、何分本当ね、ちょっと時間があんまなくて、外にね、撮影行って、静止画のね、サンプルとかもちょっと富士フィルムこの後撮っていきたいですし、ちょっと時間がなかなかないので、もしアドバイスあったらよろしくお願いします。今回の動画はもう1、2本ね、あげたいと思うんですけど、このタイプのやつを、もし参考になった、ためになったって方がいらっしゃいましたら、高評価の方お願いいたします。で、ちょっと最近カメラの話がね、集中的に重なってしまってるんですけど、普段はいろんな自分の興味があるサービスとか、パソコンとかゲームとか、そういった話をよくしてるチャンネルになりますので、他の動画を見ていただいて、初めての方はぜひ気に入ったらチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。あれ、ちーちーちーうれいちーや、ろくちや、ろくちゃ、これだっていうか、両茶ってなんだよ。こういう試し撮りをいっぺんにやるとき、何が大変かっていうと、三脚にね、付け替えるとか撮ったことないんですけど、これ SD カードだよね。SD カードをこう差し直して、いろいろこうやってると、どれがどれに使ったのか分かんなくなっちゃって、もうめんどくさい。まあ落ち着いてやればね、全然ね、問題ないんですけど。あ、ファイルフォーマットとか形式のことを話しといた方がよかったのかな。まあそれはちょっと次回ということで。